と吐き出すため息を吸い込んだ後悔は苦い味残して、yeah、いつもなんで肝心なこと言えないまま次の朝かかんだして嫌になった運命をナイフで切り刻んでもう一度やり直したら君に出会えないかも僕の声が響いた時に始まる命のリミット心臓がカーンとしてる奏でても奏でても終わらない願い汗をかいて走った世界の秒針はいつか止まった僕を置いてゆくあと何回君と笑えThe moment. Oh, just a touch.幸せを数えるたびに変わっていく未来に怯えてしまうけど愛情の種を大切に育てよう分厚い雲やがて突き破る壁君の声が響いた僕の全身を頼って心臓のドアをノックしてる臆病でも開けちゃえないよ信じたいからが何もないと思ったはずの足元にいつか深く確かな根を生やす嵐の夜が来たとしても揺らいだりはしない何度でも追いついたり追い越したり君が不意にわかんなくなって息をしたタイミングが合うだけで嬉しくなったりして集めた一秒を永遠にして行けかな。僕の声が響いた時に始まる命のリミット心臓がカットしてる奏でても奏でても終わらない願い汗をかいて走った世界の秒針はいつか止まった僕を追ってゆくあと何回君と笑えるの The moment 逃さないよ僕はこの時をつかめ Catch the moment ダダ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 ダはい、というわけで、改めまして皆さんこんばんは。初めての人、俺意外といない。ありがとうございます。はい、よかったらですね、今日は5時まで、6時までという短い時間なんですが、せっかくだったらもうちょっと歌っていこうかな。はい、せっかく音源もらったので、じゃあさっきまですごいずっとなんかこう
思ってたからこれにしようかな。よいしょ。デイバイデイ少しずつでいい、自分らしい今日を愛せるように、この曲を一緒に踊ります。ちょっと感染者がいっぱいぐらいの限界、顔のない悪魔は壁の向こうで笑う、白黒選ぶよなんてお決まりに特典会、最後は意気合い勝負、準備はいいか行くよ。このいつだってチャンスの女神は出してるゴーサイ、今幸せの創造性、一緒に行くよ。走り出せ雲を突き抜けて、今せれ今はいざなう平和な日で、よっていっぱいで強がりの熱で、昨日もよりも今日を愛せるより。ありがとうございます。じゃあ近づいてこ、自分はこんな大人じゃないんだって、弱気なのない悪魔、今日でさよなら行くよ。はい、へたれしむなるくらいため息はトラブルのサイレン、でもネガティブはあかんで、ビビッとスマイル、もう一回振ります。何したってうまくいかなくて我慢する、今さっき流れた曲が実は一番好きな曲だったりするんで、あ、水分、私の水分、あった、これからちょっと水分取ります。もう一曲、私の大好きなアニメのソングを広く歌わせていただいてもいいですか。普段ライブハウスではオリジナル曲しか本当に歌わないのですが、せっかくのストリートなんでちょっとでもね知ってる方がいいなということで、今日はカバー曲を何曲か持ってきました。よし、じゃあこの曲は
この曲は皆さんグーお前です、グーお前、グーお前です、そうグーお前です。あ、途中になったよ。いや待って、あちょっと待って、最初から流れて、お願いしますな、待って違うの、あちょっと待ってて、あいい曲じゃないよもういい曲なんだけど、待って、これ最初から流すにはどうしたらいいの、オチか、オチなのか私、え最初から流したい、あできた、できました、いきます、皆さんグーです、グーも前です、グーも前です、いきますよ、これこれ、右のメッセージ That's Radio World、 皆さんいきますか、知ってる、旅よみよ、続かめばなじそう、イメージ通りなんかでな、静かに騒ぎ出すこの迷路みたい、息の前なんだろう、思考はディスタンション、容赦ないでいつの間に見失ったルート、暴れなくてアテンション変わってる、常識なんかいらない、何度も戻せ吹き返しザのリズム、僕の声が伝播した、異論感動は許すけど、この思いを不要科学できないでしょう、一緒に腕を上げていきますか、いくよ、おいおいおい、そうしおい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 、君で作れる未来の文字が僕の右手、君
ングライターアユということでですね、自分で作詞作曲振り付けとかもして、ライブを中心に活動しています、鈴音ひとみと言います。今日は足を止めていただいて本当にありがとうございます。もう一回言いますよ、もう一回言います。大事なことなんで何度でも言いますよ。鈴音さん、来週の日曜日6月16日に生誕ワンマンライブがあります。でちょっと見てください、あれ生誕ワンマンソードアートまであと75枚。おお、ここにいる人がみんなゲットしてくれたら結構近づくんじゃないですか。おお、目そらした人いる、大丈夫はい、というわけでですね、来週の日曜日、恵比寿クレアアートさんでバンドスタイルでワンマンライブをやります。ぜひぜひね、本当に本当にあのチケットの方が、一般チケットの3000円のチケットが、あと75枚ということで、ちょっとでもね、あの目標に近づいて、あの最高のライブをしたいなって思ってるんで、ぜひ今日1曲でもちょっといいなって思ってくれた方、よかったらお試しにはすごくいいライブだと思います。本当に本当にみんなを最高に笑顔にしていくライブにしますんで、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。であっという間で残り時間も少なくなってきたんで、あと2曲ぐらいかな、歌えるとしたらと思いますんで、そうだな、そうだな、歌いたい曲はいっぱいあるんだけど、どうしようかな。かっこいい曲好きな人、ゆっくりとなんかいい曲聴きたい人、あ、かっこいい曲の方が多かったですね。ありがとうございます。じゃあ次の曲は鈴音ひとみの代表曲です。はい、鈴音ひとみの代表曲なんですけども、ね、本当にライブっていろんな聴き方があると思うんですけど、もうゆっくり聴いていただくのも、声を上げてね聴いていただくのも、本当に本当に人には本当に大好きです。本当に足を止めてくれた皆さん、今日ありがとうございます。じゃあ鈴音の代表曲 2曲を続けて、今日はこのストリート締め切りたいと思います。いくよ。違いますって、それじゃないんですって、ごめんなさい、今日こんなんばっかり。何気ないこの瞬間に誰よりも君と言いたいと願う永遠
してる祈りが道の先に必ず何か浮かんで見せる見上げた真上の星空に
ますが、たくさんの方が足を止めてくれてすごく嬉しかったです。もしよかったら1回目いろいろあったけど頑張ったって写真撮って